僕がまた話してるから なんか見たことないような好きやな。14日に帰りますね。日本の電源はないですね。ここもね。こっちもないか。うん、ここもない。アメニティ関係、下にね、自動販売機があったので、そこで買わないといけないみたいです。コップ。で、ドライヤーとケトルはあるのか。
2500円って2500円。じゃあ なんかあれやね、いつもより人少ないね。めっちゃ多かったよな。平日やから？平日やからか。うん、前は土日月やったから。あ、そうか。だから明日とかやったら増えるの。ほら、なんかこことか行きたい。なるほど。そうか、そうか。カルビタ。あ、すごい。カルビタ。へぇ。カルビタ。ご飯とキムチが一緒に行きます、はい、見せてください。はい、ありがとうございます、はい、今赤います。あ、はい、中におるから赤い。ん、はい、ね、え春が出したね。まだ来たけど、冷たい方が人気ある。おいしい。長いんでね、切らないといけない。とりあえずこんなもんでいいかな。うん。さくちゃん、ご飯食べよう。うん。まず肉スープ飲んでいい。うん。全然辛くないからね。美味しい。スープも。スープも。ちょっと辛い。ちょっとだけ辛い。これに。食べていい？いい、食べてみ。食べましょう。なんかこの辺に。これ。ごちそうさまでした。なんかカードもスライドしたらカードも入れれるらしい。わかんない。わかんない。ちゃんとこれで OK って調べてもらう。あ、なるほど。帰るも